今日でイベントが終了します。25にあげた方ありがとう。後ろシングン家族エッチの輪を使っていこうぜ。新聞条件1個 H の輪であげます。13個必要 H の輪ピロン確認完了。新訓練加速違う進軍加速研究一の輪にご必要で確認 OK で、まあこのように出たので進軍加速終わり。お給術1の輪2個とりゃ監視あと訓練速度7個必要。1の輪 OK で、兵士は拡大へ研究1の輪7個必要完了。こんな感じで1の輪を使って上げていきます。訓練速度2と今兵士の拡大1のやつを研究で最大まで上げました。このようにレベルアカデミーが25必要ですってなった時に研究はまあ今日は終わりかなっていうふうに思います。上級軍事ですね。全部今ね、私が好きなのはスナイパーなんだ。スナイパーねやってるんですけど、でこの研究をあげると$30,000いきました。見えないけど午後がねあまりできないので、
軍事はあとティア4だけでした。ティア3はすべて開けました。もぐもぐしちゃいましたね。私はね、騎兵の人なので、騎兵が大好きなので、バラの騎士ですね。まず騎兵のウィザードライダーみたいなのの補助をあとね1個あげれるはずなので、 H の輪であげちゃいます。 H の輪でん確認完了。そしてロイヤルライダーの補助もあげちゃいます。1のは5つ完了。よしよしよし、1の輪が48個になりました。48。うん、H 何個食べてたかって。ものすごい量食べてました。王国探検でね、たくさんもらえたのでね、そう、まあ80個くらいは全員手に入るはず。うん、さ、気になってるのでフォローしました。ありがとうございます。80くらいはみんな行くはず。デザート食べたらそれ以上。それプラスもう80個ぐらい手に入るはず、上のやつ開けると。そうそうそう、だから大体160個ぐらい手に入るよね。うんうん、まあデザート食べたらいいよ。今俺8000万、すごっ、いいな。まあうん、私は王国探検2回ありまして、すべて全部クリアしたの、多分皆さんもなったと思いますが、あの私はすべて今クリアしました。最後の最後まで行きましたので、でのでなのでね、あの80個は持ってます。皆さんも感じで、研究をバババババと今あげました。
森田さんありがとう。昨日はね、皆さん毎回フォローありがとうございました。とても楽しかったです。久しぶりのマイク。私上の列開けてないよ。アンロックって書いてあるもん。だからここのにロックがかかってるでしょ。だから開けてないよ。下だけだよ。うんうん。多分今のはメンバーの中ではメンバー同士だとトップになるのかな。多分そのぐらいの戦力で頑張ってます。今ねリザードライダーとロイヤルライダーを上げて100万上がりました。約よっしゃー、嬉しいね。ちょっとね これを機にお城も変えました。ドラゴンみたいなのに。このねゲームめっちゃ初めてで今までねちょっとね過去形をやってきてよかったなって思いました。仕組みがね似ているのでやってよかったなって思います。まあゲーマーではないです。勉強してきただけです。これのためにこれはどういうゲームなのか、どのように上げると戦力が上がりやすいのか。短期なのでね1ヶ月、なのでその期間でどれだけどのぐらいの戦力を上げるかっていうのを研究して研究して研究を積み重ねた結果こうなりました。はじめちゃんです。私はものすごく真面目ちゃんなのです。自分で言うのもあれですが、うん、てんてんありがとう。昨日の話をしますと、毎回声ありがとうございました。楽しかったです。ありがとう。なんかさ22まではさ貼ってくれてたじゃん、平京の門だっけ。23ね、クリアしたんです。24もクリアしました。25なんです。嬉しい。23は掛け算の仕方とかをうまく工夫しまして、先にマイナスどっちに行くかとかをやりましてですね、はい、25まで行きました。25で苦戦してます。貼ってくれませんか。ね、嬉しい。23昨日クリアしてもうね嬉しすぎて、おしゃーってなってた。
証拠です。25行きました。天才かもしれないです。でも25がねこれ難しくてね、なんか先にかける2するかマイナス10するかっていう風に、ね、分かれてるんですよ。でもマイナス10をした方が後々数字が大きくなるからマイナス10に行った方がいいんだけど、ここから先がね難しくてね、どうしてもね162になってしまうんですよ。163を倒したいのに。でその下にねいいのがねないんですよ。ここからね難しいですよね。うん、ほらどうしてもね162で止まっちゃうの。ほら163にね、でねここでも上げちゃう。難しい。 30? 嘘なんかちゃん貼って、その攻略法みたいなの覚えてたら、確かこんなんだったなみたいなの。すごいね30いったの。大丈夫。ガチなんだ。すごすぎない？掛け算する前に-10をするの？なるべく大きい数字にした方がいいじゃん、掛け算するときって。え、だよね、だよね。いや、そうなんだけどさ、それをさ、してもさ、ダメなのよ。なぜなぜ？私のやり方悪い？そう、20よりは確実に増えるんですよ、数字が。数字が確実に増えるんです。さあどうしましょう。かける2する以外のね選択肢がねこれね出てこないんですよね、残念ながら。難しいね。こりゃあ、待って待って、いけるかも、もしかしてだけど、いけちゃうけ。いいんじゃん、いいんじゃん。おお、
いけんじゃん、いけんじゃん、あ、いけんじゃん、いけんじゃん、いけるんじゃん、いけるんじゃん、多分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 、いや、いけないかも、あ、いけるかもあ、いける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 、多分いける、いける気がする、いけた気がする、そんな気がするぞ。お、最後にかける2が出てくるのはでかい、嬉しい。そしてこの大きくなった数字をかける2にすると、そうしますとラスボスに勝てる、嬉しい、勝った、やった、勝ちました、ありがとう中ちゃん、勝利。いやー嬉しいですね。はい、26になりました。嬉しい、おめでとう、ありがとう、やったね。まあこの調子で26も次やっていきます、あとで。嬉しすぎる。昨日ね、久しぶりの舞香公演で、そう、四国と一緒にやったんですけど、なんかちょっとね、ちょっと裏話ね、あずみんがさ、珍しくね、なんか赤ちゃんみたいだったの。なんかもうちょっとね、あずみんに言っちゃいけないんだけど、私的にはすごく嬉しかったし、なんか可愛かったなんかいや、そう、本番前にさ、ちょうどね、四国の確か演じが終わった時ぐらいかな、そうのが、その時に私がね、ちょっとメイク直しをメイクをね、しててね、あの本番前なのでね、お顔の方にメイクしてたんですけど、そしたらね、Tシャツをね、引っ張ってきたんですよ、コンコンって、あのヒュヒュって、可愛い彼女かなみたいなあのうんうんって引っ張ってきたから、どうしたのって、うん、なんて言うんだろうか、可愛かったんですよ、ごめんね、ちょっとあずみ、あの言わないであげてね、フリーじゃないよ、いやもうすごく可愛くてね、まあたまにうちの妹みたいな、なんか重なる感じがねあって、ね、可愛かった。内緒、絶対内緒、ダメだよ。いや可愛かった。終わった後もね、可愛くてね。終わったーって、可愛かった。なんかまあ
そんな可愛いヤズミンのキャプテンとして今頑張っているの。ギュッとしましたよ、もちろんね。いや、釣られちゃいましたね。計算されてたのかどうかわからないんですけど、計算じゃないと思い、しっかりと受け止めました。可愛かったです。悪い悪い。そう、可愛かったです。うん、いや、ガチ可愛かったです。なんかなかなかな、そのあずみがそういうことになることなかったから珍しいなって思いました。そう、昨日はね、リネダーさん初日ということで、まあ、新マイカーになったんですけれども、新生マイカーですね。ソラさんリーダーのはずのマイカーで楽しかったです本当に。ナピちゃんはシカラシカで、コーカーさんのちょっとね、いつも煽ってくださってる部分を頑張って言ってみたんですけど、ちょっぱだね、ちょっとね、タイミングを間違えちゃってディヘベロって感じだったんですけど、まあこれからどんどん成長していけたら嬉しいなって思います。見ててください、頑張ります。あとね、オキさんがいつも12秒の最初に煽りを入れてくださってた部分を私が今回言いました。そう、ミネタさんが初日っていうことと、久しぶりのマイカーってことをその煽りでは伝えました。どうですか、伝わりましたか？なんかちゃんとマイク越しで伝わってるのかどうか分からなくて、そう、大丈夫かなと思ったんですけど、よかったですか？そう、なかなかね、煽りをすることがなかったので嬉しかったです。最前楽しかったです、よかったです。ノアさん大活躍、嬉しいです。ところで皆さん、1月25日の宣伝を少しだけさせていただきましたが、来てくださいましたか？なんか行くよーとかって、そう、行くよーっていう風にね、言ってくださる方が何人かいらっしゃったので嬉しかったです。で、煽りを任されました。うん、あおり、あおいた、おいた、で、そうで、なんかリネダさんのやっぱりなんか元気さというか、その盛り上げる感じとかはやっぱり花だれとかでも一緒になってみて思ったんですけど、すごいなっていうふうに思いますね。なんかノアピにはない感じの元気さがあるというか、わーわーちゃわちゃしてるというか、これからのマイカもよりまたね、楽しくなりそうで楽しみです。3期生さんもね、入ってきてくださるということで嬉しいですね。
もうね、サチ、カラオちゃん、響きちゃん、全員ね、楽しい子たちだからね。そう、サンキーさん、サンキーさん久しぶり、ちょっとね、一時期3期生って言われたんですけど、まあ1期生さん、2期生さん、ドラフト3期生さんなので、まあ3期生さんかなっていうふうに思います。そう、新セットリもね、楽しみですね。サチタンがこの間誕生日を迎えまして、誕生日おめでとうのね、メッセージを送りました。ピッシャンってきました。可愛いです、本当に尊いですね。響ちゃんもいつもね、仲良くさせてもらってます。まあ何だろう、どうなったんでしょうか。はあ、ノースリーブね、ありませんね。かなみちゃんもね、まあ昨日もね言ったんですけど、レッスン尽くしって言ったんですけど、レッスンの時とかにものすごくたくさんね話すことが、ね、どん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 増えてきました。楽しい、可愛いですね。ついているキャラらしいな。そう、本当にツインテールが好きそう。ピシャンの知性を感じるお話のお話です。あら、なるほどお疲れ様です。やほ、いやね、嬉しいですね。かなうちゃんね、かなうちゃん、昨日は体がものすごく軽かったです。なんかレディオネームとかで足が軽くて、なんか軽いってなりました。そう、久しぶりのマイカーで、なんか体が全然重くなかったです。体がめっちゃ軽かったです。なんか浮きそうなぐらい軽かったといってはそうになりますが、そう、軽かったです。今までね、好きなれおきさんとねシンクロしてたんですけど、サビでね、おきさんがいなくなった。まあいいか、ピン。でも楽しそうで、まあいいか、嬉しい。ココアさんも KLP で頑張っているとお聞きしまして、いいな。ココアさんに会いたい、海外行きたい。マネージャーさんにこの間海外好きそうだもんねって言われた。まあそうね、受け継いでいかないとですね。ではそろそろ終わりたいと思います。バイバイだよ。あ、マレーシア行きたい。マレーシア行ったことあるんですけど、また行きたい。ちょっと今からでも行こうかな。ダメだな、25日間に合わないな。ね、機会あればいいな。ちょっと1週間ぐらいニューヨークとかね行きたいんですよね。昨日もねその話して家族で、なんかやっぱ海外いいなって。ニューヨークとかの、昨日ね課題でニューヨークの話が出たんですよ。
まあ、例えばニューヨークの交換留学生みたいな。There are many famous places in New York. My favorite one is Central Park. I went to there with some school friends last Saturday. We took a bike tour and saw squirrels everywhere. They were so cute って書いてあるんですよ。なんかね、やっぱこういう英文読んでるとね、ニューヨークってやっぱいいんだなって思うよ。Another famous place、in New York is the Statue of Liberty. It's on a small island and people will take a ferry to it. Next week I will visit in with my host family. I have wanted to see it up close for a long time.治安がいい場所、治安が悪い場所っていうのがありますが、治安がいい場所に行きたいですね。なんかそんなね、英文がありましてですね、私はやっぱりこういうのね、読んでいきたいなっていうふうに思う人ですね。ネイティブですか？わかります？昨日のピちゃんが可愛かった。パシャン、パシーさん、おさきさんという呼び方が。そう、なんかね、不意に尾崎さんって言っちゃって、えって、私もそんな呼び方全然したことないのに。そう、 I've never been そう、なんかね、パイさん、パイシェさん、なんか呼び方がね、尾崎さん変わってるんですよ。なぜでしょうね。でも普段はパイセさんとかです、パーさんとか。 My host family doesn't have a car. ホストファミリーは車を持ってません。 Many people in New York use the subway. 多くの人々は、ニューヨークのね、多くの人々は、サブウェイ、まあ、地下鉄ですね、を利用します。It has operated for over 100 years. I have a pass and go to school by subway. 地下鉄で、まあ、パスを持ってるよ、定期券を持っています。で、このサブウェイはずっと100年以上運行しています。で、自分は学校に行くために、まあ、地下鉄で移動してるよ。 It's the best way to move around the city. 市内を回る、動き回るためのそのベストが一番いい手段です、だそうです。サブウェイね、そっちのサブウェイもあるよね。そう、まあ、そんな感じの英文ですね。まあ、終わりますって言ったんだけど。I've never lived among the mixed different people before. A lot of languages are used in New York, not just English. まあ、ニューヨークの地下鉄の、ね、話をさっきして、さまざまな人々がいるよみたいな、こういうの話をする。There's a lava area and lava area. There are three Chinatown too. I have already tried on, already tried. もう自分はすでに試した many kind of food. たくさんのね、種類の食べ物をもうすでに私は試したよ。だそうです。楽しいね、英語は。英語はで他も楽しいけど、私は好きです、英語。
島食べも嬉しい。日本はねガチで、海外の方がこっちに来てびっくりすること、人か物を取らない、人の物を取らない、そしてまあとても街が綺麗っていうのと、まあ何だっけな、すごいね大きな違いがねあるんですよね。まあ、ものすごくね、フランスなんかは結構ホロ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 クロワッサンとかで食べたりするとね、ホロ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 床にこぼれたりするんですけど、まあ、映画館が綺麗とかね、そういうのもまあ日本の特徴ですよね。基本ね、そうです。ダストだらけなので、そんな感じですね。結構驚かれます。海外行きたい。みんな連れてって。みんなで行きたいよね。なんかそういうスペイベとかあったらいない。では行きます。それでイズ、はい、ピさんありがとうございます。テーブルチキンバーガーさんありがとう。イルブルチチミキャンさんありがとうございます。テンイズテティさんありがとう。テンナインイズデビッドさんありがとう。エリーズキャマキャマさんありがとう。セブンイズユズキッチさんありがとうございます。シキイズヒトチャンゴさんありがとう。エヌフイズリョータさんありがとうございます。ホーイズチュコさんありがとう。セイドイズビッグエブさんありがとうございます。ヤッホー。セカンイズウラベさんありがとうございます。エンドフェスティンナカちゃんおめでとう。そしてありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。 Thank you です。またね、嬉しい。未来を見せる声みたい。ありがとう。皆さん、ぜひナプチャの応援よろしくお願いします。ありがとうね。バイバーイ。ファンミーティングにニューヨーク待ってます。確かに、したいね。楽しそう。ありがとう。またね。バイバーイ。